お、よし、来た。ちょっとどうやって飛ぶかを考えよう。あれはでかい。え、いいか、いかにか。あーとちょっと。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ブラブラフィッシングのお時間でございます。はい、今日は何でしょう。今日は支配人と一緒にイカを釣りに行こう。支配人誰も知らんけんな。今日はですね、僕と嫁と、もう一人僕のお友達と、まあ、3人でエギングをしようじゃないかという回でございます。マジで今回はミラクル、ミラクルぐらいのなんかあのお祭りというか感じだったので、まあ、ぜひ、まあ、楽しんでいただける内容になると思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はいはい、おはようございます。本日もやってまいりましたよ、エギングに。今日もさっきね、降りてらイカおったんよね、ここに。ちょっと浅場なんですけど、群れてたらいいな。ちょっとね、逆光その辺におったっすね。おった、その辺におった。ぐるーっと見てこの辺にたまっとったりするんやけどな。まあ浅間爪で少し捕食モードになったイカとかが追ってくれればな。見当たらんね。さっきおったとけどね。まあまあこの辺からちょっと投げながら見てみましょうか。何このエギング日和。またも移動してまいりました。漁港堤防か、ここは。流れは速そうですね。うん、足元にベイトはめっちゃおるね。テトラポットに来たよ。お前、あの知らんお兄ちゃんが釣ってたんで釣れるかなと。ちょっと浅いですよね。浅い砂場から少し、深くなってる。ちょっとそこがストーンって落ちてるんですよね。その落ち込みのところに溜まってないかなと。あ、おー、ナイス。お、めっちゃいいやん、釣れたやん。ありがとう。あのガイド様様、釣らせていただいてありがとう。ちょっと支配人が釣ったというハイエナです。ミスターハイエナと呼んでくれた前。でももう支配人に釣ってもらいたかったとの釣った件がもういいかなって感じにはなっとる。あ、なんだ今の。
なんかパンチっぽいのがあったような。パンチにもつらしたし。あ、来た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 。あ、持っていった。すごい。バリちっちゃいよ。なんで俺だけこれやねん。何？なんかあんたたちなんかいいサイズ釣ってさ。ナイス。全然なんかまあ、うん、まあまあ、めっちゃ持っていったのは見えましたね。いや逃がすよ。あれ、いやあれはでかい。あれはでかい。あれはでかい。いやいや、ナイス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 。大きくないんだけど、もうフォールで食ってたね、大体。すごい、やっぱり。よっしゃ、なんかね。ナイスです。はい、そうですございます。すごい。凍っとる、むきちゃん。ああ、了解です。ありがとう。まだ凍っとっと？来るね。ねえ。たまたまなんかこう、こんちゃん。やっちゃってるんだろうね。やっちゃってるね、今日はね。そんなものをやっちゃってる時は強いんですよ。すごい狙ってないもん、俺。てか、ほんと今日どこ行ってもイカおるね。昨日からね。もも、もん、うん、引かんもんね。でも全然、うん、引かんもんね。も。なんかでもついて、ゴミ？イカがついてきよる。パチパチパチ。エギにはゴミがついとっと？エギにはイカやろ。エギにイカ、イカにイカ。イカついとってイカがついて。追いかけてきよった。おーおーおー。ちょっと待ってちょっと待って。どうやってあげようかね。でもこれもあのブリあげれそう。あげると？うんうん。やった。一匹一匹釣れた。結構。でもうん。振り上げれるかな。多分大丈夫だと思います。よいしょ、スプールを押さえて。あ、あ、結構、あ、あ、結構でかいよ。でかい、結構でかい。ダメやったね。俺まで引っ掛けるのがあったね。ごめん、いや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 。あんた取っとる？多分取っとるね。400だったよ。残念。もう一回。あ、無理か。すごっ。え、ちょっとでかいね。どうしようか、どうしようか。まあ、ちょっとこれ。あっち側まで引っ張って連れていく。上がらないこれね。向こうまで、向こうまで引っ張って。届きそう？あーとちょっと。すごーい、でかい。このタモ長いっすか？よー、あ、貸したらいいですか？あ、ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。あ、やっぱ行くもんな。まだまだね、行けんのお母さん。まだ行けんのお母さん。だこっち側に行こうね。ほら、こう深川とこにほら届くけん、ここが良かったな。バレるとこや。バレるとこやん。バレるとこ、バカなわけね。あ、こっちまで、そっち見た。お、いこう、今、お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 、
無理無理、まだ無理だ。お、行ったよ。行った行った。これ引っかかったかな。そう、緩めること。あー、無理無理。出た出た。あ、オッケーオッケー、外外外外、左、うん、ピュッと。もう一回、もう緩めろ、緩めろ。いけ。よかい、よかい、緩めろ。ありがとう。ありがとう。俺もね、ジェルトルバスで測ったことなかった。いやー、正解、ね、助かりました。助かりました、本当に。測り今持っとっと。あ、持ってます、持ってます。でっかー、測ってもらおうかな。やはり 1.5 ぐらいあるばい、これ。これね、ちょっときつかったもん。すごい、ね、すごいね。よっしゃ、ちょっとめっちゃでかい。ちょっとちょっと化け物だね。すごい。お、でかっ。うわ、でかっ。一緒ぐらいさ。おっちゃんのもでかっ。でかっ。まあ、ほんとだ。ね、これ縮こまったね。おっちゃんの先に剥がれば。おっちゃんの場剥がろう。お願いします。鴨神様の場。ね、ほんと同じぐらいの。行きばかり。あ、おいてでいく。測ったことなかったよ。一緒。そうなんですね。うん、もうどれだ、忘れてもうだ。食べるためについてやる。あと 1.33。 おらよね、痩せとんね、うん、あ、そっちはすごい。2キロついてもっと太ってくるから、もうちょっとまた1キロちょっとさ、もうちょっともう1匹も太ってくる。よいしょ、 1.29。 お、勝った。 おじちゃんの勝ち。でも、お、バリイカやん。バリイカ、バリイカ、バリ、バリイカ。めっちゃイカ、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 めっちゃイカ。めっちゃ早いし、なんか。あ、でも早すぎて。そこそこそこ。あ、めっちゃイカやった。めっちゃイカやった。なんかバリ出ししちゃったね。あんたどうしてくれんのよ。やったね、しかしね。やったね。やってやったね。今日バリ釣れとる。いつもほら、うちとかもうあの辺で今。釣れへんよ、釣れへんよ。やっぱちゃんとこうやって行くべきだよね。一回とかはさらっと来たことあるけど、2月とかね、3月とか。真冬はない。なんかな、これ。来るもんだね。なんかもそもそ、おし、来た。なんかもそもそしようなと思ったっさ。あもうでかかったよ。まあまあでかかった。うん、もう一回来んかな。あの物のところやろ。惜しい。いや、なんかもそもそしようなって思ったっさね。待って、ゴリ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 しちゃった。あのね、来た後動かんすかね、その場所から。さっきもあの物の中からずっと動かんやったもん、微動だにせんやつ。お、今イカパンチ来た。来た。いや、惜しい。もう来そうけどな。弱音取った後にね、来そうけどな、これ、うん、お、よし、来た。来た。どうやって取るかを考えよう。来た。来たぞ。来た。いや、怖いか。怖いか。怖いか。バリおもろいや。さっ。怖いかって。だけどさっきんともやっぱりだけん。ボトムで寝ちゃいけないこいつしよったけどね。アニ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 。あの後ろあるよね。いや、コイカで、コイカよ。まあコイカでも全然いいよ。しかもでかい。結構いいサイズやね。うん、割といいサイズ。なんかゲソが白かったんで、あれあれと。あれ、なんかゲソ短くないみたいな。なんか短いよね。これどうしよう。とりあえず上げなきゃ。これの引っ掛ける。めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃ釣れるね。ケツに引っ掛けようかな。お、上手。よし。2つ1.2ドラゴン、あの
ルールを押さえてあげる。はい、よし行くよ、せーの。折れんこれロット。いや危ない危ない、糸取った方がいい。これ危ない危ない、ちょっと上がらん。上がらんすね。ちょっと待って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 、これもう糸を、まあ、これも取って、これも取って、糸元、糸元、竿はやばい、竿を2本持っとけばいい、竿はやばいけ、糸元で、手繰り寄せる。いたた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 、おーい、おーい、イエーイ、もう最高じゃん、コイカでかいし、これしかも美味しいよね、コイカね、うんうんうん、こいつ天ぷらにしちゃろうな、よいしょ、いくよ、うーい、あら、お、ピッタシ、あー、エギヒ、あーそっか、エギ引いて980 1キロおめでとう。いやでもすごい、ほぼ1キロよ、1キロおめでとう、やったね、ありがとうございます。じゃあクーラー入れてくる、うんうん、おい、偉いこと、はい、お疲れ様でございました。もう見ていただいた通り、皆さんどうですか、今日はもうアオリイカが海の中でお祭りしました。アオリイカ、コウイカ、最後コウイカやってるけどね。いやいいよコウイカ、まあまあまあ、なんか自販にもでかいの連れて、俺もでかいの連れて、嫁はいいサイズのバラして、バラしてっていうかもうあれは釣れたことにしましょう。めちゃくちゃ面白かったね、一日通してもうずっとでっかいイカとかがもうバンバン見えて追ってきたりとか、あだりがあったりとか、こんな感じで、今からどん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 夏になって、今度はね活性の高いイカで、数釣りが楽しめると思いますので、まだエギングとか長崎の釣りとかに興味ある方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回は、この辺で締めたいと思います。優しいコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。